はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。私もね、いろんなところに行っていろんなこう話をさせていただくんですけどね、2ヶ月ぐらい前でしょうかね、行きました。霞が関の弁護士会館、初めて入りましたよ、弁護士会館って。東京には弁護士会3つあるんですよね。東京弁護士会、東京第一弁護士会、東京第二弁護士会って3つあるんですね。東弁1弁2弁っていうらしいんですけど、なんで3つに分かれてるのかよく知りません。弁護士過疎地域というのがあるそうでして、なんたら県とかで言いますと、こう全部でこう20人ぐらいしかいないとかいうところがあるようでございまして、そんなお互いみんな知り合いでですね、次はまたあの先生かいなみたいな。刑事事件ってのはあんまりないですから、そういうところは。となりますとですね、民事ですね、で二手に分かれて争ってるわけじゃないですね、またこいつかみたいな感じになって、相手方の弁護士がいるという顔見知りになるわけですけども、東京だとどうなんでしょうね。何万人かいる弁護士の中の半分ぐらいが東京にいるんじゃないですかね。だからその弁護士さん同士で、そのなんて言いますか、またお前かということはほとんどないというふうに聞きました。裁判官でさえないっていうふうに聞きましたね。よくドラマでですね、またお前かみたいなのやってますけど、あれはないらしいです。まあそんなんええんですけど、そのですね、3つの弁護士会のうちの1つにですね、マンション部会という勉強会がございましてですね、そこに所属している先生何人かしてるんですけど、そのうち1人からですね、お前ちょっと来いって言われました。はーいって言ってお話をしてきたんですね。まあ普通に司教の話を、なぜね、先生が大抵ですからね、偉そうなこと言いませんよ、ほんまにね。なんで、なるべく法律の話をせんようにと思ってですね、司教の話をしていたわけですけども、終わりましたら質疑応答がございまして、当然、ですね、先生方から、なぜ全部弁護士ですからね、質問がございます。若い先生から、先生、僕のことですね、榊さん、いろんなことを、いろんなところにいろんなことをお書きになってますけども、区分所有法の問題点についてはどう思われますかみたいなこと聞かれて、あかんよそれって。いやもうね、そんな質問がね、嫌やんと思うんですけど、まあまあ答えましたよ。要はね、もう日本の区分所有法ってあかんねんって。もうこれはね、そもそも日本という国に区分所有法というものを導入すべきではなかったんやという話をさせていただきました。そもそもね、1800年頃のナポレオン法典が日本の民法の元になっていてですね、そこに区分所有という発想があるそうなんですね。でフランスのパリに行きますとですね、200年300年前のですね、アパートがまだあったりして、現に使われていたりします。でイタリアのローマに行きますと、ローマ時代、まあ、2000年ぐらい前ですね、それよりもっと前かもしれませんが、石で作った共同住宅があって、それがまだ使われていたりします。なんでね、それが可能かというと、石で作ってるからなんですよ。石をこう積み上げて住宅にしてるわけですね。ヨーロッパに行きますと、石で作った教会なんていうのは500年600年までザラにありましてですね、中には1000年みたいなものもですね、ポツポツあったりで、そう珍しくはないんですね。石造と言いますけども、建築学的には石で作ったあれですね。でこれが成立するのがヨーロッパなんですね。石というのはそう簡単にですね、傷みません。ところが今の日本のマンションっていうのは、石造のマンションなんてほぼないわけでして、昔ですね、浅草の遊園地にですね、石で作った6階建ての建物があったそうでございます。これがですね、関東大震災で見事に崩れました。つまり石というのは、石やレンガっていうのはこう積み上げていきますよね。そうするとこういう揺れに弱いわけですね。全部壊れてしまいます。でそこで日本のマンションはどうしているかと言いますと、真ん中にこう鉄の柱を入れまして、その周りをコンクリートで固めます。これでもってですね、30階40階のタワーマンションも可能になると、非常に頑丈でございますので、可能になるわけですね。少々の地震が来ても崩れません。今の日本の建築基準法で申しますと、震度7が来てもですね、建物内にいた人が亡くなることはなかろうという基準でございます。建物が壊れないということではないですよ。多少壊れます、震度7ですから。
2011年311の時に東京では震度5を経験しました。あの私の4階の事務所はですね、机に置いてありましたコンピューターのモニターがですね転げ落ちましたと思って見てましたけど、私はそれを、あれが震度5でございまして、震度7になりますとさらに激しいわけですしですね、もう立ってられないという状態だそうです。それでもですね、建物内にいる方がですね地震が原因で、亡くなることはないとされるのは今の建築基準法なんですね。ですので50階のタワマンでもですね大丈夫と、崩れることはないということになっております。建築基準法を信じればですね。何年か前に限界のタワマンションという本を書かせていただきまして、それによりますとですね、それによりますとって自分で書いておいて変ですけども、もっと違う揺れ種類、揺れ方にもいろいろあるそうでございます、ね、違う種類の想定されている、建築基準法で想定されているのとは違う揺れ方をするとですね、今の建築基準法の基準で作られたタワマンでもですね倒壊する恐れがあるなんていうことをですね指摘させていただきました。ただそれはですね本当に来るかどうか分かりません。東京、あの断層というものがあるところの上が一番危ないそうでございまして、その上のところがですね、そのところのタワマンが危ないと言われて、東京には立川あたりにありますけど、都内というか都心部にはございません。大阪にはございます。御堂筋の下走ってんねんってほんまに知らんでんって、まあそれはいいんですけど、まあそういうふうに頑丈に作りましたら、鉄筋コンクリートのマンションにも致命的な欠陥がございまして、まあ、何かというと真ん中に鉄が入ってるということですね。鉄というものはですね、なんと言いましょうか、錆びます。簡単には錆びます。錆びるというのはですね、まあまあ我々が見ている現象で錆びると表現しますけど、酸化と言います、化学的には。つまり酸と接して、ですね、この酸化というものが始まるわけで、錆を生み出すわけですね。表面からどん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 酸化をしていきます。つまり錆びてまいります。で、酸を含むものって何かと言いますとですね、まず水 H2O ですね、O がございます。これは酸ですね。で、空気の中にはですね酸素というものがございます、ね、それ O ですね。O が入って O と接すると鉄は錆びるんです。ところが鉄筋コンクリートに覆っておきますとですね、その O と接することがほぼございません。ただしですね、コンクリートというものはですね、こう、まあまあいろんなもので固めてあるものなんですけども、日数が経ちますと、年月が経ちますと、だん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 こうひび割れて劣化をしていきます。劣化をしていってですね、ひび割れていって、その間からですね水や空気が入っていくわけですね。これは避けることができません。丈夫に作ってですね、あってもですね、まあまあ、50年、100年と減るに従って、無事なものはございませんで、ひびが入っていくと、そこを適度にですね、埋めていく、新たなコンクリートを充填をいたしまして、ひびをですね、埋めていくという作業が必要なんですけど、それをしたところで、やはり鉄は酸化をいたしました。鉄筋コンクリート造の建物がですねできてまだ、ね、歴史としては100年前後なんですね。ですので100年を経たマンションというものはございません。大体日本のマンションは50年から60年でみんな取り壊して、ね、建て替えをしてきました。幸いにして築50年60年のマンションは全部都心に偏っておりましたので、建て直すことによって資産価値が倍増したりします。そこでですね建て替えの費用が賄えるんですけども、郊外にございます、鉄筋コンクリートのマンションは建て替えの費用が出ません。建て替えたところでもうその元の建物でさえ値段がつかないようになってますので、建て替えができませんで、あとは壊すしかないわけですね。これがですね日本のマンションの致命的な欠陥の一つでして、鉄筋コンクリートであるということですね。どうしようもないわけですよ。最後は壊さなあかんわけですよ。で、都心であればね、壊して建て替えれば元の価値の倍以上になります。3倍4倍になるケースもあるんで何の問題もないんですけど、郊外の鉄筋コンクリートドアのマンションは出口がございませんね。どうするのっていう世界で、日本の区分所有法にはそういうことをほとんど想定してません。5分の4の賛成があれば壊せると書いてありますけど、うん、
壊す費用誰出すのって世界ですね。だいたい500万ぐらいかかりますね、普通のマンションで。あのタワマンになったら多分1000万近くかかるんちゃうかなと。未だにタワマン壊した例がございませんので、そのうちあれですね、九州で壊す例が出てきますけども。もう一つの欠陥はですね、あれですね、管理組合ですね。管理組合の運営がですね、こうほとんどですね、理事長という人ですね、管理者というふうに規定されていますけども、区分所有法が。この方がですね、善意であるということをですね、前提にしてるわけですね。まあ、性善説と言っていいでしょう。悪いことはしないだろうと。ところが今になって全国にですね、何万というですね、マンションができますとですね、悪いことをするやつが何割も出てくるわけですね。でこの理事長が悪いことをした場合にですね、こう対処のしようがないっていうのが今の区分所有法でございまして、もうそんなマンションいっぱいあるんです。私もいろんな相談を受けますけども、この管理組合の相談というものを受けますと、もう出口がないんですね。やりようがないんですよ。理事長になる以外ないんです。その理事長が不正をしていた場合、その理事長を引きずり下ろして理事長になるしかない。でもその理事長を引きずり下ろすということとですね、自分たちが理事長になるという方法が非常に限られておりまして、ハードルが高いわけですね。でそこもですね、私がお話申し上げられました弁護士の先生方、よくお分かりでした。皆さんこれで管理組合側、あるいは管理会社側につく弁護は割合簡単なんですけど、管理組合もしくは管理会社が悪いことをしていた場合ですね、善意の管理組合員、管理会社で区分所有者側につくとでも勝ち目がないんです。私もいくつか経験しますけど、だから今の日本の区分所有法というのは、一つは鉄筋コンクリート像がいつか終わるというのを想定しない出口ですね。もう一つは管理組合の理事長が悪いことをしている場合にもう やりようがないという、この2つのすっごい欠陥があるんです。そのことを早急にですね、こう変えていかなければいけないんですけども、全然ですねそういう動きにはなっていないんですね。政治家が動きませんし、国交省もですね、まあたら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 やっています。で先生方一人ぐらい参議院議員でも、と参議院議員選挙の前でしたからね、出てくださいと、誰か候補者をね立ててね、一人ぐらいね、マンションのことをキャンキャン言うね政治家をね国会に送り込まないと話進みませんよって言われたら、弁護士の先生の一人が、あんたって言われた。私は行きません。はい。まあそういう話でございまして、日本の今の区分所有法はものすごい欠陥があるというお話でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。